皆さんこんにちは。ノリッジプロスタッフ井上太一です。今回はですね、こちら群馬県にあります川キングダムフィッシングさんにお邪魔しています。で、時期的にはちょうどもう今10月のもう終わりっていう感じでして、今日もね朝からずっと釣りしてて、まあ、今お昼前っていう感じなんですけど、かなり朝はちょっと寒くて、で今はかなりこう日が出てね、結構気温が上がってるっていう感じなんですけど、その中でまあ今日釣りさせてもらってて、まあこうスプーニング、こうスプーン、同じスプーンで1個のスプーンをちょっとね、いろいろな泳がし方をちょっと駆使することによって、魚に対するこうルアーの見せ方が変わって反応が変わったりするっていう今日シチュエーションがかなりあったので、今それをちょっとねこう話しながらちょっと実況してみたいと思います。で、ソフィアはノリスプーン結構みんなかなり優秀で、いろんな可動域がありまして結構動くんですけど、その中でもやっぱこのソフィアの 1.6 っていうのが、まあ、一番やりやすいかなっていうところで、今はとりあえずこれでやってみたいと思います。で、まず今ざっくりまだどのレンジで反応するかわからないので、探るという意味で、まあ、レンジ探っていくんですけど、その中でこのスプーンを泳いでくる、その泳がし方、要はスプーンに対する水の当て方をこうイメージしてあげると泳ぎがこういろいろ変わる。要はスプーンに対してラインスラックを一直線なるべくまっすぐにするように、手前に少し引いてくるようなイメージで引っ張ってくると、スプーンが少し前のめり気味になって、お尻をよくブリブリブリとこう振って、スプーン自体がよく暴れる引き方になります。要はまあ放流、放直とかそういう時にちょっとスピーディーに誘う時にちょっと下をみんな下に突っ込んで早く巻いてるのはそういう理由もあります。要はスプーンをいっぱいこう暴れさせたいっていう意味で、それが一つ動かし方と、でもう一個が、まあこれは皆さん多分よくやると思うんですけど、まあ、キャストしてラインスラックを多少取って、このまま普通に平行リトリーブ、さっきはこれに対してルアーをこう少しラインをまっすぐテンションをなるべく張らないようにって感じなんですけど、今回はちょっとこう多少たわみがあるやってくると、まあ一番そのスプーンで設計されてる、まあナチュラルな動きが出やすいかなっていう引き方になります。なので初めはこれでざっくりちょっといろんなレンジを朝来たら、まあ、上から下までちょっとバーって探ってって、なんかこの辺りがいいなっていうところを掴む上で、多分初めの基本がこの引き方かなと。まあ、活性よくてね、放流魚がいますとか放流しましたっていう感じだったらさっきの引き方でいいと思うんですけど、まず初めはこの引き方で、でこの中で多少スピードの緩急は出してあげても、スプーンがそれには伴って釣れてくれるので、朝はねちょっと中層よりちょい上ぐらいが良かったんですけど、今結構日も出ちゃってるのでちょっとレンジが難しいんですけど、今ちょっと上目やってたので気持ちカウント自分で入れていって、ちょっと下っ側を引いてくる。でこの時もこれで竿を倒してこうやって引いてくると、中層下引いてるんですけど、スプーンに対して少し引っ張り気味に引いてるんで、ちょっと暴れてるイメージ。でこれを同じところをしゃがんであげて、ちょっとライン転生を気持ち緩んだ状態で引いてくると、横向きに近い状態で引いてこれるので、フォークと今同じレンジで引いててね、今ちょっと引き方変えただけで反応変わってくれたので、ほんと同じスプーンなんですけど、そういうことを意識するだけですげえ、本当ここのキングダムさんの魚すげえ引くんで、僕普段ね結構細いライン使うんですけど、今日気持ちいいつもよりは太めを巻いてきたんですけど、かなりパワフルで走ります。よくこう引く魚の時はこうしっかり本当にここまでね、竿だけっていうよりは腕も
竿の一部っていう感じで、しっかり魚がグイって急に走ったら、こう腕も体全体でこういなしてあげる。やるとバレは少ないかなと。ね、本当すげえ引くんですよこれ。で大事なのはこの竿、今竿のこの曲げがあるんだと思うんですけど、これの竿の曲がるこのカーブを一番曲げた状態ですげえやり取りしちゃうと、その状態で急に走られるともう力の逃げるところがないので竿でいなせなくなるので、竿の一番しなるちょっと手前ぐらいのこのカーブをずっと維持した状態で魚とやり取りしてあげればバレづらいかなと。はい、結構いい魚はい、先ほどの続きなんですけど、先ほどはルアーに対して水をいっぱいこうちょっと強引に当て込む感じで暴れさせる方向で、次に、まあ、ちょっと基本となる普通のナチュラルな横引きの方向で、さらに次にこのスプーンってやっぱその水の受け方当て方によってこう動こうとしてくれるので、その中で同じレンジをスプーンをこうちょっと立てる感じなんで、ラインスラックが上に引っ張るんで上に上がろうとするんですけど、それを一定のレンジを巻けるように巻きスピードを調整しながら引いてくるってこう立ち泳ぎ、ちょっとやってみますね。立ち泳ぎです。スプーンをなるべく立てるようになんで、ラインを上に引っ張りながらもレンジキープさせるっていうのがコツですね。これ立っても座ってもできるんですけど、やっぱ肝となるこのラインを見た方がやりやすいので、今ちょっと座った方が見やすいんで座ってやります。これでカウント入れて中層まで入れたら、これで巻いてくるときに、さっきは横だったり下だったと思うんですけど、こうするとスプーンがこう横に動こうとしたんで、上にこう上に向かしている状態でスプーンの頭を上に浮かしている状態で引いてきてあげる。でスプーンの横に水を当てるようなイメージで引いてきてあげると、やべえなんだって思われるぐらいな反応でしたけど、しかもちょっとサイズいいね。おお。でこれ今ソフィアの 1.6 っていうのを使ってるんですけど、本当この 1.6 っていうウェイトのスプーンの割には本当に可動域がすごく多くて、本当使いやすいスプーンなんですね。でフリーホールとかカーブホールさせてても本当に細かくピリピリ動いていくんで、本当こっちアングラーがこうスプーンでこういうイメージ取ってやりたいなっていうのも結構再現してくれるスプーンなんで、今もね本当昼前なんで結構シビアな時間帯なんですけど、今のところはいい感じ。ね、本当によく動くよね。ウェイ。またいいサイズ。うわ、取れちゃったけど。左にして。じゃあまあ途中になっちゃったんでもう一回やりますけど、キャストして、まあ表層でもやろうと思うのはできるんですけど、どっちかっていうとやっぱり今ソフィアで 1.6 でウェイトがあるんで、ちょっと中層の方が多分やりやすいと思うんで、でカウント入れてって自分がなんとなくでいいんで、この辺のレンジがいいだろうなっていうところまで入れてあげたら、こう少しね上の方向に引っ張りながらも、これ早く巻いちゃうとわーって浮き上がってきちゃうんで、ちょっとリトリーブはスローになります。でもこうしないと同じレンジ引いてこれないんで、ちょっと難しいんですけど、やり込むとさっき見たくね、ほんといいバイト出るんで、ぜひ習得してほしいですね、これ。ほら。おほマジっすか。
差を曲げすぎず、こう同じこの角度でやり取りしていってあげる。本当に元気ですね、魚が。できることならあんまり竿をこうあんまこう上下アップダウンさせちゃうと結構無駄な負荷がかかっちゃうんで、ある程度この同じような範囲の中で魚とこうやり取りする中で、あの竿の曲げを自分で腕も使って調整してあげるとやり取りが楽だと思います。はい、やべ、出さなきゃよかった。ではもう一回、でスプーンのこの同じスプーンである程度こういろんな動かし方をちょっと今日お伝えできればいいかなってことで今やってるんですけど、今普通のまあ普通とかちょっと強く動かす動かし方でナチュラルな横引きで、次立ち泳ぎ今やってるんですけど、この立ち泳ぎやってる来る中でまあ中層ボトムからまあ巻き上げてくることになるんですけど、その時のその角度を自分で気にしてあげる。結構もうこんな状態で立ってきて泳がした方がいいのか、ある程度こう寝かして泳がしてきた方がいいのか、それで結構スプーンの動き違うんで、それで反応ってかなり変わったりするので、そこをねちょっと今やります。今このボトムについちゃったんですけど、立ち泳ぎなんでこのぐらいの姿勢で巻いてくる中で、結構これでマッキーとかもっと渋くなってくると、単なるこの巻き上げだけだと魚が反応してくれなくなったりとか、この動きにずっとね同じところやっててやっぱ魚も飽きちゃうんで、こうなってきた時に一瞬こう一瞬止めを入れてあげるとか、ほんと一瞬です、止めを入れるとかで巻いてくる中に一瞬竿をスッてこう送り込む。こう強くやっちゃうとスプーンがせっかくこう泳いできたのがもうギアって結構こう要はホールしちゃってると同じぐらいの感じで落ちちゃうんで、そうするとアピール強すぎちゃうんで、こう引いてくる中にずっとこう泳いでくる中に一瞬こうパッて止めを、要は食うタイミング誘うタイミングを作ってあげるとか、巻いてくる中に一瞬棚ずれをスッてこう行うことにやると、釣れてきた時に今まで釣れなかった時に釣れたりするんで、これもぜひやってみてください。カウントを入れていって、でかい中層を今は僕のイメージだと横引きしてます。横引き引いてきて、横引きなんで結構上にもう鼻が上がってきてます。で今度立ち上げしてカーブホール、ちょっと棚を下に入れてきながらまたそこをゆっくりこう巻いてくるとか、こうやってね、ちょっと自分がこう思い描いてる棚の引き方っていうのをこの立ち泳ぎとか覚えると可能になるんで、ぜひねこうやってみてください。の方が多分スプーンやっててすげえ楽しいと思うんで、単なる棚刻んで横に引いてくるだけがスプーンじゃないと僕は思っているので。お、追ってるけど、例えばこうやって追ってきてると思ったら、何かしらは追ってこないよりは合ってると、こうちょっとずつでいいんでどんどんこう情報を集めていく。でさっき例えばカウント7で引いてきたら、ちょっと次カウント5にしてみるとか、こうボワーっとしてる自分のイメージの食いそうな棚を横に引くだけじゃなくて、今度そこを斜めに切ってみるとか、この辺でいいだろうって場所で一瞬誘いを入れてみるとか、結構こうスプーンって要はどのレンジでもね引けるんで、お、
最高。またまんまでかいな。多分このぐらいの今この状態で動ける魚がいるレンジが多分あの辺なんでしょうね。今はちょっとだいぶちっちゃい誘いだったんで分かるか分かんないですけど、一瞬レンジズレの誘い入れたんですけど、その後にポンって食ってるんで、イメージ通りに食ってくれたかなと。なんでやっぱこういう魚ってこう狙って取ってるっていうか、釣れたんじゃなくて釣ったっていう魚になるんで、この1匹の価値がだいぶあると思います。にしてもね、ソフィアかなり本当に優秀だと思います。スプーンで釣りたいとか、スプーンの釣り上手くなりたいとか、スプーンでいろんなことやりたいっていう人にはもうバッチ、もう間違いない。しかも大きいのが釣れるっていう。元気ですね。ほんとね、コルクがあるっていうか。今ちなみにフロロの 1.5 です。なんでまああんまり無理しちゃうとね、ラインブレイクしたら嫌なんであれなんですけど、そんなにゆるくゆるくしてるわけじゃないんですけど、ほんとによくね、パワフルですね。ここの魚はヒレも綺麗だし、ね、皆さんもこういうふうに1個のスプーンでそのこっち側がいろんなことを考えてあげて、スプーンの動きを変えてあげる、で魚の反応を見てあげてするっていう、このスプーンのゲームとても楽しいんでね、魚も大丈夫。ぜひ皆さんも1個のスプーンを使い込んでみて、こっちのやりたいことをこうイメージを乗せて釣るっていう釣り方、ぜひやってみてください。